はい、どうもこんにちは。それでは今回もやっていきたいと思います。今回は事務戦からですね。いきなりここはドラゴンタイプが出るらしいんで、多分かなり強いんじゃないかと予想していますが、とりあえずじゃあノリッサーが頑張ってくれるっていうことです。ちょっと待ってね。巻き直し。ボーチンのレベルはいつ上げるかな。とりあえずここはまだ無理だから、ノリッサーでいきます。それでは今回も、前回パートのコメントに反応しながらやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お世話になりました。もう一息、俺も協力するぜ。ユイキが使うポケモンは伝説の生き物、聖なる卵のポケモン。ちょっとやそっちはダメージ当てられない。氷タイプいないんだな。中崎が本来なら、中崎、いや、とりあえずこいつを倒す。さあ来い。初めて戦うドラゴン使い、どんなもんか味わおうじゃねえか。じゃあエリートトレーナー3体。ほうほう、ミニリュウなら大したことには。あれ、ノリサじゃない。あ、忘れてた。くそ、どうせなら死ぬ。何かをしていく。よし、グッジョブ。だがユウチはもう変えるから問題ないぜ。コメントです。そういえば一個前に覚えた技は消せない。縛りやらないと絶対、技絶対覚えさせる縛りの意味なくない？いやいやいや、多分、いや、意味はあると思うんですけど、どうだろう。いや、ただ次の技を覚えるまでに時間かかったりするんでね。技マシンも使えないし、だから大丈夫かなとは思ってるんですけど。とりあえずミニリュウは弱い。2発で倒せる。よし。麻痺か。麻痺回復できないからな。ミニリュウ、ちょっと今晩やって、ちょっと、待ってよ。あ、これ、え？強さを見るとかできないの？マジかよ。いや、今晩はPPないぞ、多分。ほら、言わんこっちゃない。間違えた。でも、せっかく出てきたんだから、どんだけ麻痺らせんだよ、こいつ。電磁波中だな。ノリッサ行け。ノリッサしかもう頼る奴がいない。ここもまたノリッサの無双で。竜の怒り。竜の怒りは確か固定ダメージ40だっけ。強いな。まずいぞ、ちょっと。あ！やべえ。くそ、強い。弱くなかった。ミニル弱くなかった。どうやってこれ。40だから、ミックスオレ、つかミックスオレももうなくなりそうだな。まずいまずい。また竜の怒りしてくるんじゃないか。ほらこれ。強すぎだろ。ちょっと待ってよ。もう一回回復して、次で叩く。麻痺がいかんせん辛いな。じゃあコメント。コメントです。チャンピオンになったら、真っ先にゴローの削除を。ゴロー、ちょっとわかりません。すいません。ゴローっていう人がちょっとわからないんですね、俺には。なんだ、こいつ。ノリッサはちょっと、もういい、もういい。いけ、いけ、いけ、いけ。突っ込め、突っ込め。なんでだよ。ノリッサくん、生きてますか？くそ、呼吸してるか、お前。よし。もう好きな雨使うかも。いや、まだ早い。まだ時期早々。ちょっとこれ、無理ゲーじゃねえ？どんだけ麻痺るんだよ、ノリッサ、ほんとに。よし。そろそろ、よし、よしよし。ほんとにもう、どうしようもねえな、ほんとに。ここで満タンの薬を使う。いや、もったいないか。これ傷薬買いに行った方が、いいんじゃない、いいんじゃないかっていうか買いに行かなきゃダメだな、これ。しょうがない、美味しい水でひたすらに回復しながら、やるか。はいはい、終わろうす、終わろうす。だから美味しい水じゃ追いつかん、これ。しょうがない、一回使うか。もったいなすぎる。すごいもったいないよ。しょうがない。ああ。
こんなところで満タンの薬を使うことになるとは。ミニ竜のせいだぞ、もう。しかもまだあと1体いるじゃん、よく考えたら。こいつラストじゃなかった。くっそ。しょうがない。いけ。よしよし。強すぎる。頑張れ。よし。で、まだいるから、ニューチンでやっぱり、まあ、減らした方がいいな。竜の怒りなら大丈夫。他にも何か隠し技を持っていたら、ユーチンはちょっと危ない可能性もあるが、うん、宿り際を植えるか。よし。オッケーオッケー。これでユーチンが、ユーチン頼んだぞ。ここでまひったら、終わる。よし、さすがユーチン、よし。よーし、これで勝ったな。そして、これがあることで、待てよ。ノリス、ライさん。竜の怒りなら殺されない。本当に竜の怒りだけなら。うん。この辺ちょっと怪しい感じもするけど、どうだろうね。この感じでちょっとずつ。あれ。ライさんじゃダメか、これもしかして。ダメだな。何のために出てきたの？ノリスしかない。頑張れ、ノリッサ。本当に強いぞ、こいつら。よしよしよし。そして、この木に攻める。今だ、ノリッサ、行け。あれ、相手の方が、そうか。てか、今までなんで麻痺ってたのにノリッサの方が早かった。ノリッサのスパイス相当高いのかな。よし。で、あとは、美味しい水使ってれば終わるな。消耗戦だ。そう、買いに行く必要がある。よし。とりあえずドラゴン使いの恐ろしさはよく分かった。本当に恐ろしいぞ、こいつは。倒せるか、これ。倒せなさそうだな、ジムリーダー。同じ技連続で使えないしな。まあ、どうにかするしかない。とりあえずこれで終わりだ。よし。じゃあ一回、ショップに戻って、いろいろと傷薬やら何やらを購入してきまーす。僕のドラゴンが負けるなんて。いや、結構いい勝負だった。バタル様にまた会おうって言われたのかい？そんなはずない。なぜ？よし。すごい傷薬、だな。うわ、高い。高すぎる。あ、じゃあ一回20個買って、そして、売ろう。何かしらを。私には売れないから。あ、そうだ。途中で拾った、ブロムヘキシンとタウリンも売ります。これで相当足しになるはず。間違えてポイントアップ売らないようにし。し、オッケー。で、もうちょっと買えるな、これで。40個あれば、足りるでしょう。相当買ったぞ。この辺は無理。よし。じゃあ回復しながらコメントを読みます。巻き直し、巻き直し。ユーチン。いい人すぎる。これは前回の画伯対決の結果でのセリフですね、ユーチンが。ユーチンは、本当に勝つと思ってなかったらしくて、これからも続けていける自信がないというか、なんというかって感じで、おとなしくノリスさんに任せた方がいい、賢明ということで、もうノリスさんね、土下座する勢いでもう皆さんに、また今日の画伯、ノリスさんをやらせてくださいっていう感じだったので、今日の画伯はまたノリスさんに引き継がせていただきたいんですが、どうでしょうか。待って。水を使い切る。どこだ？あれ？もう使い切った？うわ、マジか。これはまずいぞ、本格的に。BP を回復させるあれが来たな。これでじゃあ、ノリッサの、翼レウツを増やします。あれなんで、技ポイントが、
多いのに使った方がたくさん増えるっていうコメントをいただいたので。そして、これこれ、ビビリカバー。ノリッサの翼で打つ、配布します。そして、どうしようかな。同じ技は連続で使えないあれが出るから、ビビエイドを使います。いや、不思議な木の実でいいか。不思議な木の実。不思議な木の実を、ノリッサくんの、風起こしか。いや、体当たり。いや、空飛ぶだな。冷静に考えろ。空を飛ぶを、じゃあ10ポイント回復させます。これで、ノリッサ無双がまた始まる、ということです。じゃあ行くか。ゆうちゃんちょっと眠っててくれ。悪いが。他のノリッサに行かせてくれ。ゆうちんのレベルもちょっと上げた方がいいかもしれないな。ゆうちんがいなければここのジムリーダーきつい気がする。とりあえずでも進んでみよう。そこまで行くのに、あれ階段。階段がある。ほほほほ。怪力。また凄まじいダンジョン構成の。あー、めんどくさいな、これも。多分。とりあえず落としって何かがあるんだろうか。よー、下に落ちた。なんもない。待てよ、ゆうちのレベル上げるか。上げた方がいいな。絶対上げた方がいいわ。うん。ゆうちのレベルも上げながら行きます。来い。名もないトレーナーをこの先に行かせるわけにはいかないわ。だって。ゆうきさんが残られちゃうもん。なんと、翼で打つの PP が42まで上がってました。素晴らしい。よーし。これで勝つる。よーしよし。こいつは一匹だけだったからまあ、楽だったな。シードラならいいんだけどね。ドラゴンダイブはちょっときついんだな。じゃあ、どうすりゃいいんだこれ。コメントです。てか、モンスターボールしか使えないなら、サファリゾーン自体縛りになるのでは？ピンミンってサファリゾーンあったっけ？なんか、なかったような気が。でも、あるにしても多分、サファリゾーンは行きません。多分ね。ここもなんかあるな。HP を確認します。大丈夫。よし。来い。ジムの誰もがドラゴンタイプのポケモン使うわけじゃない。マジ？やったやった。それはありがたい。てか、ドラゴンタイプ少ないからな。これはちょっと、PP がまたすぐ減りそうな気がするなぁ。ギリギリレベルアップしないし。まあ、なんとか、ドラゴンさえいれば、もらえないだけか。ああ、なるほど。長老様の許しが出た時初めて、残念だったな。これでいいのかな？全部もう落とせるものは落とした。で、一回降りてみるか。と、うおーい！いたー、そこか。こいつは2匹落ちた。とりあえず倒します。何を言ってるの？任務完了です。それにしても、さすがに、翼で撃つじゃちょっと、役不足。もうちょっといい技を覚えてくれればな、ノリッサが。これで、いいのかな、これで。おー、いるね。ちょっと回復。回復がそうだ。中途半端に、すごい傷薬しかないからもったいない。あ、大丈夫か。ユーチンダメージ受けてない。よし。来い。どちらが早いか勝負。よしよしよっしゃい。白竜か。いよいよ、大御所が出てきたな。よし、ユーチンもレベルアップ。まずいかもしれない。強いぞ、絶対強いぞ。最後のジムリーダーだしな、環境と地方。足りまひられた。まひ直しが足りない。いくらあっても。さあ、次で、次じゃないな。じゃあ、とりあえずコメントを読みます。ポケモンリーグに行くには、滝残り必要。つうことは、まあ、中崎は、残念ながら、ポケモンリーグに一回到着してからだな。
だいぶ遠くなってしまったけど。ドラゴンは聖なる生き物、生命力溢れたポケモン。いいだろう、本気で行くぜ。ほう。さすがドラゴンは強いなぁ。しょうがない。俺も少しばかり本気でやるとするか。っていうか、多分それしか勝つ方法がない。まずユーチンとノイスターが行く。麻痺直しの身みたいなのが欲しいな。てかノイスター混乱の身を持ってるから混乱させられるまで、変えられないんだけど。とりあえずやります。私は伊吹。世界で一番のドラゴン使いよ。実力もポケモンリーグしてんのにだって、負けてなんかないわよ。どう？それでも戦うの？そう。わかったわ。じゃあ、始めましょう。私もジムリーダーとして、全力で相手したい。ほほほほ。強そうだな。うわ、強そうだこれ。マント羽織ってるし。いきなり白竜だし。いや、大丈夫、ユージン。頼んだぜ。ここでユージンが守備力コーナーを決めてくれれば楽になるから。ユージン、信じてるよ、俺。よし、よし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 。よし、そして、宿り木。よっしゃあはい、打ちか。抱きつける。耐えてくれ、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 耐えてくれ。よーし、危ない、ダメだ。これ以上ユージンは無理させられない。まあ、麻痺にできただけでも十分だ。よくやってくれたな、ユージ。よし、じゃあ、ノリサに任せてもらおう。行くぞ。ヒギ。ブラスパワー。レジャー、くそ、ノリサもか。麻痺が直せないのは辛すぎる。ブラスパワー。ブラスパワー、よし。こんだけ詰めばなんとかなる。なんとかならねえかもしんないけど、これしか方法はない。空飛べ。またノリスタ無双の再来だな。アカネ以来の。よし。一撃で決まれ。決まんなかったらまずい。よし。これはいけるぞ。一撃で決まるならいける。できれば麻痺にならないでほしかったけど、仕方ないね。それはしょうがない。甘んじて受けよう。ちょっと待ってくれ。あぶ、カカオお前マジでいい加減にしろよ。ノリッサが死んだらゲームが終わるから。急所とかマジでやめてくれ。急所であれなら、あれならっていうか、気休めじゃねえか。ああ、もう3匹も海竜持ってるよ、こいつ。海竜じゃねえ、白竜。最後は海竜だろうな、多分。まずいな、カイリは、強いぞ、ほんとに。ノリサ。倒せるかなぁ。倒せ。だからもうこんな3つも積んで勝てなかったらもう何しても勝てない。あ、よかった、そんなに食らってない。頼む。くっそ、これが強い。これ多分、カイリでレッドビームされたら、非常にまずいことになりそうな気がするんだけど。で、こっから、あーくっそ！で、しょうがないから、風じゃない翼で撃つ。やばいやばい。やばいやばすぎるやばすぎる。さあ、ここで。なんでだよ。頼むのにさ。俺の言うことを聞いてくれ。ああ。レイトビーム。麻痺で出せなかったときは、どうだろう。多分連続で使ってないってことになる。だからまた撃てる。今の空を飛ぶは、一回空を飛ぶが成功、空を飛ぶことだけは成功したから、もう一回やると連続ってことになる。から、もう一回翼で撃つをやります。これやばいだろう。よし、行った。さあ、ラスト。ラストが問題なんだよ。こいつら前座だからな。前座でこんなに食らってたらまずいよ、マジで。レベルアップ。よし。よし。ちょっと楽になる、これで。翼が100突破してる。キングドラ？
ヒムゾラか。いや、強いことには変わりないけど。40。3レベルしか変わんないよ。で、こっちの方が不利。まあ、いってるしね。波乗り。タイプ1技。1.5 倍。この程度食らうが。大丈夫。よし。その通り。煙幕。ばっか、まひってる上に煙幕使う。おい。大丈夫。俺はノリサを信じてる。ノリサ。頼む。決まってくれ。よし。食らえ、この一撃。一撃必殺。決まったな、ノリサ。よし、わかった。これ多分これね、プラスパワーつかなかったら負ける。絶対。間違いじゃないんだな。ドーピングしたから。私は認めないわ。負けて言うのもなんだけど、あなたの考え方じゃ、ポケモンリーグに挑戦なんて無理や。プラスパワーを使って勝とうっていう、そういう考えなら、なるほどね。何？甘え考えを変えられたなら、ジムバッジを渡せます。何言ってんの、こいつ。負けたんだから。ちょっと。ポケモン、リーグのその、なんていうの、なんとか会みたいなのに、それ、報告しますよ、そういうことしてると。それダメなんじゃないですか、ちょっと。コメントです。長崎って結局何なん？まあ、一応秘密にしと、しとこう。ただ、長崎が仲間になるのはまだまだ先。残念ながらね。これマジもったいねえな。あと30個。すげえバカな使い方してるけどしょうがない。いいんだいいんだ。適当にやってりゃいける。今のスイ君の絵は師匠作？前回、スイ君との戦闘の前に入れたカットで使った絵ですね。あれは一応書きました。なんかジジイがどいてる。魔法の息吹様がお許しになったならば。魔法の、あ、長老様。そうか？魔法にう？何の音楽だこれ。う？なんだよ、お前。びっくりした。何者だって。説明をする必要があるな、こいつには。巻きつくって意外と強いんですね。ちょっとユーチンが HP4 まで削られた。危ねえ。強い。お前。勝手に入って、勝手に入ったとまだ思い込んでるのか、こいつは。でもバトルに勝ったらいいんだ。どういうことよ。これどういう構造の、こいつら倒した方がいいのかな、経験値とか。いや、俺はあえて倒さない、こんなところ。これはまさか。これはまさか。いや！ちゃー。私はついに手に入れた。神を超えるアイテム。究極のアイテムを。この洞窟の BGM かっこいいなぁ。今波乗りしてるから聞こえないけど。これ映しをなきゃダメなのか。いや、なくても大丈夫か。フェイントに引っかかるとこだった。でもあの映しをの先に何かしらある。いや、看板が読めない。くそ。マジかよ。映しを必要なのかな。強っぽいなぁ。ちょっと待てよ。マジかよ。こまやが秘伝マシン要因。完全に。なんだよ。もう出てくるんじゃない、いちいち。恋キングだし。はいはい。しょうがない。いや。しょうがないよ。一生。納得いかん。新しく覚えたい。覚えてるのが精一杯だ。まあ、怖い顔はいらないからいいんだけどね。嬉しくないな。はい、じゃあ、
解放戦線。なぜだ。よし、渦を使う。反作用ボム的な感じか。コメントです。レイは今頃何レベル、なんだろうね。ゴイキング邪魔すぎる。レイは今頃何レベルだろうね。レイって誰ですか？知りません。怖いぞ、お前。こんなとこにいつも住んでんの。ふむ、よく聞いたの。なーに心配するかい。何も言わなくても分かっておる。いぶきのやつに言われてこの祠まで来たのじゃろ。あの娘にも困ったものじゃ。まあ、お主には申し訳ないが、少しばかり試させてもらうぞ。なあに、わしの質問に少し答えてもらうだけじゃ。では行くぞ。どのような存在？仲間、手下、友達。仲間かな。インチキ。育てる。育てることも大事。作戦だ、やっぱり作戦勝ちだったもんな、さっき。どんなポケモントレーナーと戦ってみたいと思う。どれだ、これってな、何、なんかあんのかな、これ。選んだ選択肢によって、その後の、ちゃんとしたやつ選ばないとなんか。誰とでも戦いたいけどな、別に。愛情、暴力知識。愛情に決まってるだろ。強いポケモンと弱いポケモン、どっちの方が大事なのかな。どっちもっていう選択肢があるのかな。どっちも、よし。ああ、関心関心、その心が大切なんだ。ああ。たんもなしかよ。うわ、なんか来た。しかも音楽が。弾いてる。そんな。嘘でしょ。わ、私だってまだ認めてもらってないのに。なんだこいつ。わさも心も見事なものじゃ。観念してさっさとライジングバッジを渡さんか。このこと渡るに言いつけぞ。渡る強いな。こいつちょっと待ってよ、マジで。歴代のジムリーダーの中で一番うざいかもしれない。そしてすべてのポケモンがあなたを取れたらしい。どんな命令にもしたの。なるほどね。お前いなくてこのものにあるもの。よく考えることじゃ。なんか、シゲルみたいなこと言われてるな。大木戸博士とシゲルを思い出す。気が向いたらまた来るがよ。了解。気が向いたらな。お待ちなさい。なんだよ。お、ツンデレが発動しました。ツンデレ発動した。いらないけどね。シャレじゃない。なんだこいつ。本格的にツンデレじゃねえか。いやなんだよ。典型的すぎるだろ、こいつ。じじい気が向いたぜ。早速遊びに来たぜ。ふむ、よく来たの。ちょうどよかった。はい？さっきくれ、さっきくれよ。え、じゃあこれ、立ち寄ってよかったのか、これ。はあ、よかった。ミニリュウ？中崎いるしな。でももしかしたら、あれだな。滝登り使えるかもしんないから、その可能性にかけてみよう。わかった。マスマシン、登り。どうだ。お、覚えられる。よし、じゃあ使い捨て、頼むぜ。電磁波、巻きつくだな。使い捨て頼んだぜ。ポケモンリーグまでお前と一緒に旅をすることになる。よし。左右のジジイにも話しかけていくか。渡る様以来。なんだこりゃ。宗教みたいな感じだな。よし、じゃあ戻ります。めんどくせえな、またこれも戻んなきゃいけないのこれ。ひたすらめんどくさい。反作用ボム。さあ進め。ちょっと陸地に上がっていくことで、敵が出るのを縛る。
まあ、いいや。自転車に乗ります。帰ろう。ん？宇月博士！どうした？渡したいものがあるんだ。研究所に来てくれないかな。なるほど。それじゃあ、まあ、行きましょう。ついにポケモンリーグ、挑戦の時が近づいております。大丈夫かな、してんの。大丈夫じゃないな、今のままだと。レベル上げがいずれ必要になることは、確かに。確かある。うん、確かにってな。あと、技忘れ親父が誰、どこにいるのか誰か教えてください。君のおかげで、研究もはかどっているよ。これは僕の気持ちぜひ使ってよ。うおー！まあ、縛ってるから使えないか。そのマスターボールは、どんなポケモンでも絶対に捕まえられる、究極のモンスターボール。ポケモンの研究を認められた人に送られるものらしいけど、僕より君の方がうまく使えると思うからね、翔くんにあげるよ。サンキュー。コメントです。テレビだは別に縛りじゃなかった。そうだね。一応、俺が回収しようかなって感じで言ってるだけなんで。こっちに進んできゃいいんだな。じゃあ次回、ついにポケモンリーグに挑戦します。よし、じゃあ、今回ありがとうございました。よし。頑張るぞ。今日の紅生姜。こんばんは。それでは、今回もやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ですね、前回、技忘れ親父の場所を聞いたんですけども、ちょっと皆さんね、わかってる方もいると思うんですが、遺伝マシンの、遺伝マシンを、それで忘れてまた覚え出して、忘れてまた覚え出してっていうのを繰り返すとね、無限ループで PP がずっと回復するんでね。まあ、もちろんそれは縛ってきてと思います。おぉ、いい音楽。関東地方への第一歩を踏み出した。なんだったらダウンロードで行くようにしよう。いい。来た。おぉ、すげえ。来た。おぉ、それでですね、ただ、うん。どうしても秘伝マシンを忘れたい時があると思うんでね。うん。その無限ループは使わないですけれども、技忘れ親父を使う時があると思います。のでご了承ください。それでは今回も、前回パートのコメントに反応しながら、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。こっちにはなんかないのかな。あるじゃない。月の石。うん。まあいいや。コメントです。あ。ここも出現率高いかな。世界を赤く染める、ノリッサ株式会社の提供で、お送りします。ヒュー。戦闘中回復アイテム禁止そろそろしないか、ってことです。無理だろ。戦闘中の回復アイテムをそろそろ禁止にしないよ。それはちょっと無理です。ゲームが終わります。ちょっと戦いたくないんだよな、なるべく。まずはとりあえず、チャンピオンロードを抜けたいというか。あ、ヌオウ。ヌオウか。なるほど。どうしようかな。俺はあえて、ここ進む。君の考え当ててみせよ。そうっすか。来た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 。これでノリッサの、ガチだ。一発かな、一発じゃない。うん。まあいいや。
たまたま。そろそろ本格的に敵が強いな。大丈夫かな。強い。お、ユーチン。ユーチン。あ、ついに来た。ユーチンが進化。かわいい。わたっこに進化しました。おめでとう。母親からのお祝いの電話が来たと思ったらまた衝動買いでした。本当どうにもならんなこいつは。とりあえずユーチンが、ユーチンちょっともうちょっとレベル上げたいな。でもゴーチンもな、いやゴーチンレベルをまず上げよう。ユーチンも進化したことだし、いろんなタイプのポケモンが必要だからここを勝ち抜くには。それに伴って、そろそろ乗り捨て単体ではきついので、今回は復活させたいと思うんですけど、PP8、もしくは、PPMAX。ここは PP8 だな。PP8、20発、どうしよっかな。ピーピーリカバー。いや、まだだな。まだ待とう。とりあえず、ノリサだけで行きたいと思います。貴様できるな。ああ。よーし。よし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 。じゃあ、コメントの方も読んでいきたいと思います。思った通り、同じ秘伝マシンは複数のポケモンに使わない縛りはどう？それだと、その縛りだと、覚えさせたポケモンが死んでしまったら、ゲーム終了なので、同一パーティー内で、同じ秘伝マシンを覚えてるポケモンが2匹以上存在してはいけないっていう縛りにします、じゃあ。それでよろしくお願いします。これコマヤ使わないでまだいけるかなと思ったけど無理だわ。コマヤも使いながらいかないと、しょうがない。つか14回復のために間違えた、普通に間違えたもんね。ああやっちまったな。ライさんもレベル上げたいし、楽しいよこれ本当に。ひらめ、でもな、今コマヤを使ってもね、問題点があるんだよね。ほうほう。それで、ゴーチンレベルアップ。オッケーオッケー。それでですね、コマヤの問題点というのは、この状態でコマヤがまた新しい技を覚えると、噛みつくを忘れなければならない状態になっています。噛みつくはちょっと必要だと俺は思うんで、なるべく、てか、渦潮が本当にもうね、この、リーグで必要な可能性が出ているから、わかんないんですよね。だから、今忘れさせられない状況にあって。だからちょっと今、困っております。とりあえずじゃあ、ノリサだけで生きるとこまで行きたいと思います。ん？それはない。それはない。無理無理無理。
てか、本当にどんだけ長いんだこれ。厳しい気がしてきたな。いい傷薬とかを買ってきた方がいいな。ちょっと、買ってきます。3秒で買ってきました。よし。これでね、回復しすぎることはないというか。うん、うまいこと調整できるんで。大丈夫。来い。何？ノリッサ強いね。よし。いいファイトだったぜ。なるほど。どっちに進めばいいんだ？コメントです。回復の薬、かっこ、体力回復足す、異常回復は縛りに入るのということです。回復の薬は、そうか、俺考えてなかったんですけど、状態異常も回復するから、あれだな。麻痺とか、状態異常になってる場合のみ、戦闘中では、使用不可ということになりますね。こういう、この辺の家に入るとちょっとね、回復してくれそうで怖くて入れない。それなりの実力者。おう。まさかのカミックスか。まさかのカメックスでした。強いよ、しかも。くそ、やばいな、これマジで。悪あがきしてる暇はないぞ。信じらんない。学ぶ。なんだ、こんなタイミングで。いや、今取りいけないんだな。それどころじゃないんだよ。凍った木の実か。質問じゃない。コメントです。確か、これの質問に完璧に答えると、神速を覚えたミネリウが当てるね。あ、使い捨てって、確か、神速を覚えてたけど、それは珍しいことだったのか。まあいいや、別に。使い捨てだし。ちょっと音楽的にこれ。まずいっていうか、大丈夫かな？とりあえず四天王戦前に絶対レベル上げは必要だな。こっちなんかあんの？スルーしてくれ！よし！ゆっくりスルーしながら。そういうことやってるからレベルが上がんないっていう話もあるけど、まずは、つくだけつきたいんだな。おっと。くそ！絶対勝たなきゃって感じで、ポケモンかわいそうだったよ。なるほど。
ギャロップが、本当に強いぜ、こいつら。本当に強いぜ。やばいぜ、やばいやばい。やっぱりポケモンは戦いの道具じゃないのよね。そうだな。お弟子生が間違っている。ポケモンは一生一緒の大事なパートナーなんだ。お。あなたのような強いポケモンになると、勝負を繰り返せばもっと強くなると思うの。いいよ。教えてやろうじゃないか。いいよ。よし。で、こっちになんかあった？これ。これが気になる。よし！気になった、俺。よかった。気にした、俺。最強じゃないか、やった。よく気にした。危ない。またこいつ、引っかかるとこだった。よし！よしよし。ここな、なんだ？お、もうこれか。こっから先は本当に強い。ポケモントレーナーだけ通れます。もうそれは地元の8つのマッチ。どうぞお通りください。なんだんだよ、こいつら。すごいつら注意してくださいよ、警備員さん。すいません、今ちょっと立て込みました。立て込んだのはいいんだけど、こいつらどうしよう。いい。正面突破だ。あれ？この先は白金屋の怖いほど強いポケモンが接続してるぞ。くそ、騙された。恥ずかしい。チャンピオンロード。すげえ音楽。これを、待て。この音楽。そして、山。お前必要かな。BP MAX を、一つ使う時が来たが。いや、ギリギリまで耐えてみせる。なぜかと、録画が途切れたと。お、なんか撮った。でも、これは使用禁止です。あ、そうだ、ですね。不思議な飴、いらないなら預ければっていうコメントがあったんですけど、まだ使わないだけなんですけどね。とりあえず、せっかく、あれなんですよね。何でも直しを縛ってるので、かさばるじゃないですか、やけど直しとかその辺のやつが。で、せっかくかさばってるんだから、くそ、出現率高い。出現率が高すぎます、ちょっと。で、せっかく、かさばってるんだから、道具をね、預けるのを禁止にすれば、アイテム持ってる数も、ちょっと制限されてきて楽しいんじゃないでしょうか。もうポケモンが出る前に喋り切るしかない。そんなにね。もう、いいよ。確かゴールドスプレーが1個あったはず。使います。250歩か。まあいいや。これなんだろう。お、2つもある。どっちかよ、PP。いらないよ。PPK。PPK。PPK。いらない。っていうか、なんだろうな。こっち、行き止まりですかね。ダメだ、戻ります。あ、戻りますってか、こっちか。普通に今カットしようと思って。ああ。そろそろトレーナーが出てくる頃かな。ああいうの気になるなぁ。ちょっとゴールドスプレーがもったいないけど、寄ってくか。買ってくればよかった、ゴールドスプレー。おー。やったね。やっぱり気にして正解だな、こういうのは。つか、トレーナーがいない？そういう空間なのかな、果たして。まあ、いないならいないでいいんだけど。俺としては。こっち気止まりかよ。騙された。いや、違うぞ。いや、行き止まりだぞ。回復の薬。おう、これが噂の回復の薬。道がわからん。さあ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 。何もな、待てよ。今からポケモンリーグ挑戦か？ふざけるなよ。俺よりも弱いくせに。今までの俺と思うなよ。最高最強のポケモンを俺には誰にも勝てないぜ。師匠、俺と勝負しろ。はっはっは。ちょ、マジ。待て。回復してねえんだよ、俺。回復させてくれ、せめて。ニューラ。しょうがないな。ちょっと待って、先に、回復します。すごい傷薬。
さてと、どうやって攻めていくかね。ノリスさん今、我が書きしかないから、とりあえず、使います。その力をすべて、出し切れ。ノリスさん。そして、もう一匹。リピエイダーか。すべての技の、技ポイントを10回復する。頼んだぜ。お前。よし、これで勝つ。絶対に勝つ。効かない、そんなものは。いけ、どの程度食らうか。これにかかってる。まずいな、こいつ。何をしてくる気か。だから、美味しさが頑張る。よしよし。強すぎる。一撃かよ。マジかよ、ノリスさん。やるな。だから、エアコイル。ここは、コマヤに託したいと思います。頑張れ、コマヤ。やっぱり電気タイプは強い。だが、俺とコマヤの結束の力では、それを超える、力を生み出せるはずだ。波乗り頼む。どのくらいくらいかな。一撃で決まってほしいけど、そんなことはないだろうな。やはり。まずい。どうしよう。頼む。電気ショック?あれ?電気ショックというと、まあ、電気ショック?舐めてるのか、こいつは。まあ、おかげで、楽々勝てる。さすがにね、ちょっと、それはちょっと、よかったよかった。10万ボルトが来たらちょっときつかったけど、まあ、電気ショックなら別に、大丈夫だから。よし、レベルアップ。前は36レベル。次。メガニウム、ついに来たか。ノリスは頼むぜ。一撃で、また決めてくれよ。メガニウム、メガニウム、体力高かったっけ?いや、今はとりあえず、全身あるのみだ。翼で撃つ。いけ!スババーン!あ、残った。残ったぞ。のしかかり。まずい。おっと。じゃあ、加速押しで終わりです。さよなら。あと3体か。さあ、あと3体なんだっけな、覚えてない。よしよしよし。46秒。覚えなきゃいけねえのかよ、これ。いらない。仕方ない、体当たりを忘れよう。どう考えてもいらないよ、これ。さあ。しかも、回復しきった矢先に。ゴルバット、いいだろう。ノリサが迎え撃ってやる。正面から叩き潰す。これが本番の翼で撃つだ。くらえ!こいつは、どうだ?半分超えた。よし。マジでか。仕方ない、ノリスさ。俺たちの結束の力を見せてやる。頼んだぞって言ってるのに、引き。仕方ない、でも、大丈夫。もう一回ね。よしやー。どうだ?決まるか。決まらない。一番ダメなパターン。ちょい残し。そろそろ回復しとこう。生き薬。50か。まあ、いいや。俺はいける兆しが見えてきた気がするけどな。残りのポケモン覚えてないんだよね。なんだったか。それだけが問題。頼む、ノリス。大丈夫、お前ならいける。大丈夫、よっしゃ。さあ、残りの奴らをどんどん出してこい、ノリスさんが。全員仕留めてやるぜ、ゴースト。コマヤにするべきか。このノリスさん、コマヤでもちょっと、HP がね、まずいということで、ノリスさんが行きまーす。ん?大丈夫?あ、大丈夫か。空飛ぶ。まだ混乱してるよ、この人。長いな。でも、それに耐える。乗れ。よしよし。あれ?うまく切れ。あ、そうか。でも呪い?別にいいですよ。呪ってきても。一撃。よし。さあ、ラストだ。ノリサ強いな、ほんとに。ユンゲラー。よーし。ラストバトル。
ユンゲラーよ、天に帰る時が来たのだ。ずーん。終わりました。よしよしよし。勝てなかった。あ、全力で戦ったのに、お前が持っていて、俺にないもの。あのドラゴン使いに言われたこと、なんとなく分かったかもな。俺は最強のトレーナーを諦めたわけじゃない。今の俺が勝てない理由、きっと見つけ出してみせるから。そしてお前に挑む。その時は持てる力、すべて出して任してやるさ。せいぜい頑張るがいいさ。そうか。突破かこれ。おー、ついに来た。ついに来た。おう、四天王に挑戦か。もっと修行しなくても、大丈夫かね。私の剣士のテレポート協力してるからの。待て待て待て。これもしかして、空飛ぶで、また関東に来れないのか、ディフラグ、あ、ん？うん。そうだよな。いや、とりあえず今日はこれで終わります。あ、スプレーの攻撃。次パートは多分、多分テレポートで家に戻してもらいます。音変えて終わります。よし。ありがとうございました。今日の紅生姜。それではとりあえず早速、うん、まあ使い捨てをしてまーす。中崎くんを捕まえないといけないんでね。お前とは長い付き合いだったけど、うん、残念ながら、はい、捨てまーす。さらば。よし。なんか神速が本当は覚えてないらしい。ミニル、珍しいミニルなんて。らしいけど、PP が5だからいらない。はい。それでは、このじいさんにワープしてもらって家まで帰ります。はい。よし。そして、どうしようかな。まずは、じゃあ中崎を捕まえに行きます。それでは今回もコメントに反応しながらやっていきたいと思います。はい、前回パートのね。よし。よろしくお願いします。スベシティ。出るかな？なんか前回出なかったんだよね。スベシティから、こう、帰ってきた時。もしかしたら昼しか出ないとか。でも洞窟の中だから変わんない気がするけど。とりあえず、とりあえず行ってみます。はい。ですね。今、あまりにも出ないので調べてみたんですけど、昼間しか出ないです。中崎は昼間しか出ません。終わった。終わった。どうしよう。どうしようかな。どうしよう。とりあえず、こいつらのレベル上げをします。だって、朝って。まあいいや。とりあえず、あ、ここでいいんだ。あ、戻れない。くそ、間違えた。スベシティから下に降りる道をまだ行ってないので、そこでレベル上げをしたいと思います。とりあえず。では、コメントです。若葉から関東に入れば空を飛ぶ可能。ん？若葉から？はい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 。なるほど。あ、そうか。ああ、俺は関東地方から若葉タウンに戻るには、まあ、ワープで、また関東っていうか、四天王のところまで行くには、また、道を通んなきゃいけないと思ったんですけど。あ、はい、確かに。はいはい。関東地方に入ってしまえば、もうそっから空飛ぶで行けると。あ、ありがとうございます。気づかなかった。とりあえず、いいか、回復しないで。回復しようとしたんだっけ、俺。コマヤが、あ、コマヤがやばい。でもコマヤは大丈夫。とりあえず、まずはユーチのレベルを上げます。よし。ユーチ何持ってんだ、これ。まあいいや。この道を下に行けば、何かしらあるはず。こういうとこ、なんか段差がすごいぞ。じいさん。
おうほうほう、鍛えてないんだな。よし。お、負け。まあいいや。とりあえず、やっぱり、だめだ、クマヤも回復させておかないと。てか、クマヤで戦って、クマヤのレベルも上げよう。うん。ノリサちょっとお休みだな。レベル、思ったより上がんなそうだな。まあ、まあ、なんとかしよう。うん。とりあえず、渦潮の必要性がないな。渦潮だけ忘れさせてこようか。まあ、火直しもない。火直しも買おう。とりあえず、いろいろやって戻ってきます。いけ、ノリ、違う。よし、ノリさ。薄べへ、飛べ。薄べって、まあ、火直し売ってないんだね。いいや。わざわざ忘れ同じって忘れるだけ忘れよう。お前渦潮がいらないんじゃ。はい、入れます。どんな BGM だ。テレビだ。おーし、じゃあ行こうか。生姜をクリエイトするノリサ、ベニチキ会社の提供でお送りします。あ、こっちは今行ったから。あ、これ何回も行かなきゃダメなのか、これ。そして、石粒で。はーい、今更石粒でですね。いりません。よし、帰れ。よし。草の葉が多い。おーおい。あんたの薬か。まあ、必要だな。よし。なあ、めんどくせえな。ここ何回も来なきゃいけない。え？おう。踏んで戦うとき、あなた何か考えてる？はい。わかりました。高一から電話かかってきた。いらない。で、これで大体このトレーナー倒したかな。って感じなんだけど、全然レベル上がってないよ。くそ、どうしようこれ。本当に全然レベル上がってないわ。仕方ない。本格的にレベル上げをするしかないな。時間をかけて。めんどくさいけど。仕方ない。仕方ないんだ、こればっかりや。とりあえず、マジに戻って、洞窟の中でレベル上げをしよう。もっといい場所ないのかな、レベル上げに。まあいいや。とりあえず、そうしよう、そうしよう。そうしかない。それしかないんじゃい。孤独。孤独との戦い。あ、もうここ関東だ。ということは、ノリッサの空はどこで。お、本当はいける。よし。この付近でレベル上げをします。ぜっ。ちょっと待ってよ。まあ、いっか。現在このステータスです。皆さんに、重大なお知らせがあります。ライさんが、お亡くなり、ライさん、すまん。ライさんがお亡くなりになりました。はい。レベル上げをしていたところ、ゴロンの転がるに巻き込まれて、お亡くなりになりました。しかも、唯一、死に様が録画されていないポケモンでした。これはライさんにちょっと、やばいぞ。殺されるぞ。というわけでライさん。すまん。すまんが、ちょっとまだ眠っててくれ。ライさん。ライさん。ライさん。ひどい。次回お葬式ということで。
さようなら。次回っていうか、四天王戦が終わった後に葬式をします。今はレベル上げに専念させてくれたの村井さん。ってことで、以上近況報告でした。レベル上げに戻りたいと思います。はい、失礼します。修行してきました。結果、残りお小遣いが939円。もう回復アイテムを買うことはできません。そして、万端な薬、高回復の薬1個、すごい傷薬10個。はい。そんだけです、回復アイテム。ポケモンのは、構成はこんな感じです。レベルがやばい。とりあえず、コマヤでいきます。EP マックスもコマヤに使ったり、不思議な目も3人に使いました。3人にっていうか、あ、4人か ?4 人かな。拾ったんですよ、途中で。コメントでね、キキョウシティのどっかにあるよっていうんで、PP 系と、なんだっけな、ポイントアップか。ポイントアップと不思議な目を拾ったり、あといろんなところで PP 系を拾ったりしたんで。これでかろうじて、ここまで来ました。でも、こっからが、まずいな。大丈夫じゃないと思うけど、とりあえずやるしかない。あ、読むの忘れてた。次から読もう。今ね、本当に、それどころじゃないんだよね。絶対、負けるって感じだから。浮いてるし、ボール。四天王のポケモンは本当に強いから、レベル差があっても、多分噛みつく一発じゃ終わらないと思う。普通の相手だったら一発で沈むけど、確実に、こんだけレベルの差があったら。四天王は多分一撃じゃ、ほら、ちょっと残る。で、怪しい光をされると。最悪のパターンじゃねえか。コマヤならいける。大丈夫。信じてる。信じてる。信じてるよ、コマヤ。信じてる。よし!さすがコマヤ。よかった、よかった。そして、2体目か。ナッシー、ノリッサだな。頼むぜ、ノリッサ。一人目から、やられてたら、もう勝てないからな。回復アイテムの数も考えながら。よし。もうどんどん押していかないと。頼む一撃。残った。これがどんぐらい食らうかだな。二発くらい耐える分のあれは欲しい。よし。二発、あと一発耐えられる。よし。あんまり使いたくないからな、回復アイテムを。OK、OK、OK。いい調子だな、ノリッサ。さあ。ルージラ、まあ、コマヤが頑張ってくれたかな、55レベル。だいぶ頑張ったコマヤ。ずっと悪泳ぎで。僕があんなに、やってくれたよ。疲れたけどね。よし。噛みついていこう。噛みついていこう、噛みついて。ひるめばバンバンで。ひるまなくても大ダメージ。急所に当たれば一撃。どっちもなかった。あら、そんな技でいいんだ。全然食らってないですけどね。よし。やいぎりで終わりだ。よしよし、いい調子、いい調子。これはいい調子だぞ。同じ技を連続で出さないように気をつけながらね。ヤドラン。このままいけるか?ヤドラン。ヤドランか、HP 高そうだなぁ。防御力高いのが特防?噛みつくって特殊?いや、物理か、これじゃ。見た目的に。いるんだ!よし!どっちだ、どっちだ、どっちだ。やいぎり、頼む。決まってくれ、決まってくれ、決まってくれ。あー、残った。あー、くっそ、残った。あ、でも、ワスレ、特殊防御。これは防御だよな、多分。わかんないけど。じゃあ大丈夫。よし、倒した。次、最後、誰だ。またかよ。噛みつく使ったからな、今。いや、しょうがない。波乗りがどんぐらいくらいか試そう。波乗りも 1.5 倍だからな。タイプ1技だから。これでどんぐらいダメージを与えられるか。適当に。よし。半分以上いけば。あら?ああ、でも、一撃ではないと。結局耐えるのかよ。またコマヤと俺の、あれだな。よし。コマヤ大丈夫。お前ならいける。うわ、なんか使い方がす。こっち混乱させといて。大丈夫、コマヤ。でも、混乱に負けるようなお前じゃないだろ。俺はわかってる。よし。俺はわかっていた。うお、強い。よし、終わりだ。頼む、コマヤ、マジで頼む。くっそ。
まさか出せてないのでもう一度噛みつくを使います。よし、よーし、終わった。よしよし、最低限の被害に抑えられたと思う。いいね。ほら、いいんじゃねえか。まあ、いったよ。オッケーオッケー。一人目撃破。負けたからといって僕のやることだから、頂点に立つために、戦い続けるだけ。君は次に進んで本当の視点の怖さ、確かめればいい。うわぁ、本当の怖さ。嫌だよ。嫌だ。ああ、こいつは毒タイプですね。でも毒タイプは、虫が多いのかな。多分虫は多いはず、ノリッサで行く。まずノリッサで行く。アリアドスとか使ってきたような気がするから、まあ、ノリッサで行って間違いはないと思う。うん。てか、毒タイプって、どうやって対処すればいいんだ?ああ、エスパータイプか。エスパータイプいねえからな。よし。ファファファ。拙者は視点の向きを。今に生きる忍びよ。拙者の戦い方一筋縄ではいかんぞ。惑わしに眠らせ毒を食らわせる。まさに変幻自在、怪しの技よ。ふわふわ。体、力だけでは及ばない、ポケモンの奥深さ、たっぷりと味わうがよい。噛んだね。さあ、ここからが本当の地獄だ。今日。ありがとうす。オッケーオッケー。やはりな。四天王は、覚えているつもり。空飛ぶ。こいつは何を使ってくるか、毒毒とか使ってくるね。影虫。まずい。ミスった。当たってくれ。頼む。うわ、まんまと。やられた。でもギガドレンジは大したダメージじゃないはず。6。6っすか。はい。じゃあ、翼で撃ちます。どんぐらいだ。半分くらいはいい。半分くらいは。よし、よし、よし。お、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 よー。おー、ないぞ。よし、よし、よし、よし。フォレトス。コマヤかな。フォレトスは、待って、俺は鋼タイプは大体使った覚えがあるから、プラチナとかでね。確かフォレトスは防御力が高いけど、特防がないはず。多分ね。だから波乗りでどうにかできると思う。てか、鋼タイプは掃除で、防御力中心だから特防がない感じだから。うわぁ、ちょっと残った。でも、こんぐらいだったら、噛みついて。どうだろう。よし!よし。まきびしされたのはちょっと痛いけども。無駄なダメージを与えられる。モルフォン、ノリッサ。よしよしよし。モルフォン何使ってくるんだろう、モルフォン。カギ分身使えそうだな、こいつも。毒毒が怖い、何より。翼で撃つ。よし。これで、一撃で沈んでくれれば、いいんだけど、いいんだけど、いいんだけど、よーし。あれ、弱えぞ、こいつ。もしかしていけるんじゃねえか、全然余裕で。ベトベト、あ、ついに来たか、ベトベトン。ベトベトン、ベトベトンも、特殊が低いはず、特防が低いはず。うん。これはクリスタルで学んだことだけど、確か、ベターの時に、ノリサでいくら頑張ってもダメで、コマで一発で倒したような記憶があるんだよ。序盤で。だから、特防が低い。絶対低い。頼む、頼む、頼む、頼む。どうだ、どうだ、どうだ。ああ、さすがに、強いか。溶けた。防御力がぐんと上がった。まずいなぁ。噛みつく物理だろ?となると、全然効かない、やっぱり。でも、ひるめば、よし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 いいんじゃないか、これ、いけるぞ。今のところはいける。流れが来てる。俺に流れが来ている。よし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 。ごめんなさい、あんまりコメント読めなくて。ちょっと集中しちゃうからね、こっちに。クロバット。クロバット毒飛行。いけるか?ゴーチン。あ、でゴーチンの BP 回復したっけ、俺。してないかも。電気ショック。ああ、まきびし。ああ、してない。まずい、超音波で、なんとか。出た出た。カギ分身、こいつも。
あー、外れた。トライアタック。まずいぞ。いや、でも、スパスラ打つなら大丈夫。よし、全然平気、全然平気。よし、なんかなれ、なんかなれ。これ、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 これ。やけど、まあ、オッケー、まあ、オッケー、まあ、オッケー。チョンパ。よしよしよし。こいつ、ゴチンに対応できる技ねえぞ、もしかして。毒毒効かねえもんね、よく考えたら。鋼タイプには無効だからな、毒。よし、俺いけるぞ。あとはじゃあ、刺激のみで、ゴチンの電気ショック回復して、電気ショックでいけるでしょ。まさです。ほら、ほらほらほら。ほらほら、こいつ、ゴチンに対応できない。やった。さすがゴチン。よし、電気ショック。どうだ、いつまで混乱してるんだ、君は。そんな技じゃ効かんぜ。ほら。あれまだか。いけ、電気ショック。ロングネクラーか。10万ボルト覚えて欲しかったんだけどね。欲を言えば。でも十分。よし、勝った。うわ、まだまだ、まだ終わってなかった。でも、大丈夫。ジョンパで。所詮翼で撃つしかないから、全然平気。急所か、でも平気だ。よしよし。あ、やけどじゃなくなったからちょっとダメージがでかくなったな。でもまだ耐えられるはず。トラアタックで、もう一回やけどにするか、氷にする。うん。3か、3なら。よし。なんかになれ、なんかに。何かしらになれ。あ、ならない。自爆しろ、自爆。よし。まあ、よしとか言ってなくても、これは勝つんだけどね。これで負けたら、ちょっとまずいよね。どうやったら負けるんだろう。お、急所、急所っぽい。よし。ふぅ、終わった終わった。ん、最後まで粘ってきたが、さすがクロバットだな。でも、ゴーチに対応できる技がなかったのが運の尽きだったな。これで終わりだ。くらえ、電気ショック。戦いの幕は終わりだ。ふぅ。よーっしゃー、二人目撃破。お主やりよんな。持てるすべてを出し尽くした。それで叶うならさらに精進するだけよ。お主、次の部屋に進み、自分の実力試す。了解。三人目はなんだっけ？マグマ？マグマ？ほんの？いや、芝だ。芝だ。よし、ここまで余裕だろ、俺。ここまでノリサで余裕だろ。よしよしよし。これは来ただろ、マジで。怖いウーハーやろ。俺は四天王の芝。俺は自分たちが持っている可能性を信じて、いつも限界まで鍛えている。そうして強くなった俺たちに叶うと思うか？おう、恐れはないようだな。いい顔をしている。それでこそ戦うにふさわしい。行くぞ、師匠よ。俺たちのハイパーパワー。受けてみるがいい。ウーハー。ウーハーって何なんだろう。だいぶかっこいいな、こいつ。うん。アボエラ、あれ？最初は格闘タイプか。ミスったな。ここまで出しちゃった。しょうがない、ゴリ押しでいくか。波乗れ、波乗れ！よーし。回復薬がねえからな、あんまり調子に乗ると。よしよし。え？あ、穴掘ったのか。じゃあチャンスじゃねえか。ノリさんに変えるチャンス。よし。バカめ。よし。よーし、バカめ。おーし、外れた。して、風起こし。何？最後のあがき。所詮その程度だな。よし、どんどん行くぜ、どんどん。さっくり倒して。よしよしよし。いわく。くれぐれも同じ技は連続で使わないようにしなきゃな。その縛りは、四天王戦で、さすがに破ったら、まずい、かな。まずいな。うん。できれば、そういうの防止するなんか装置が欲しいな。どうしても、うん、一撃よしさすがに弱くは一撃か。オッケーオッケー。よし第三の仇は俺が取る。
ライさんと長崎と長崎と、ゴーダイの。すいません、ちょっと今カットが入ったんですけど、間違えて本名をね、友人の本名を言ってしまったんでカットしました。はい、すいません。ノリさん、オッケーオッケー。何を言ってんだ、俺は。ちょっとゴーチンの本名が出た、つい。まあまあまあ。行け、ノリさん。し。翼で。空飛ぶ。ノリさんの本名はいいのかって話だけど、ノリさんいいんだよ。空飛ぶ、よし。どうだ、エイトパンチでそんなもん効かん。守る覚えてないよね、よし。これは三人目も楽だぞ。これ意外と、してんのいけちゃう？意外としてんのいけちゃう？カイリギーだろ？だって、あ、強そうだけど。百裂パンチ。あ、レベルでも高くなってきた、さすがに。46。46か。待って、渡るが何レベル出してくるかだよな。最後渡る。ぐえん。めっちゃくる。まあ、ノリサはノーマルタイプだからな。やりやがったこいつ。でも、風起こしのダメージを測るいい機会。よし。じゃあこれならいけるだろう。翼で撃つで倒す。ノリサ飛行タイプだけでよかったのにな。ノーマルタイプなしで。よし。落ちるになるだろ、これ。よし、レベルアップ。よしよしよし。106。サムラ、最後も、格闘か。よし、じゃあ、俺が空飛ぶで決めてやろう。終わりだ！空中から狙い撃つ。そんなものは効かん！行け！外れた。ねえよ。ノリスタ君頼むよ、ちょっと。ここへ来て外れたと。まあ大丈夫だろう。なるべく節約していきたいからギリギリまで粘るぜ。あと一発は耐えるはず。急所に当たらなければ。あ、手が終わった。終わった。さて問題は4人目ぐらいから、4人目ぐらいっていうかあと2人なんだけど。負けた俺に何を言う資格はない。次の出会い進むがいい。了解。今日の紅生姜。今日の紅生姜。次の部屋に進むがいい。了解。さあ、4人目。何タイプだっけ？こいつ誰だ？悪タイプだ。悪タイプ、悪タイプ。悪タイプ？何で対応すればいいんだ、僕は。とりあえず、ユーチンでも出しとくか。なんとなく。さあ、来い。私、四天王のカリン。あなたが師匠ね。なかなか面白そうね。私が愛しているのは悪タイプのポケモン。ワイルドでタフな感じ、素敵でしょ。それにとっても強いね。あなた相手になるかしら。頑張って私を楽しませてほしいもんね。じゃあ、始めましょう。カリン。どうだろうね。ブラッキー出た。こいつは強いぞ。ユーチン。お前に全てを託す。眠り子だ！よーし、さすがユーチン。で、どうしようかな。エトリギを植えよう。ブラッキーだったら、でも、こいつ何が高いんだ？防御、特防が高いかな。特防が高いんだったら、ノリスタ。だけど、多分特防の方が高そうな感じしてる。からノリスタでいきます。
なんかこいつ防御力も高かった気がするんだけどな。特防も防御も高くなかったか、こいつ。忘れたけど。まあ、とりあえず突破する打つか。どんなもんか。楽しそう。よしよしよし。寝てる？いつまで寝てんだ、こいつ。ああ、じゃあ、サラドブで終わりにしようか。よし。さすが、ユーチンだな。目を覚ました。よーし、よしよしよし、いい。ほら、終わりだ。あら、ノリッサ君？ちょっと。何回外した気がするんだ、こいつは。空を飛ぶを。まあ、回復するからいいんだけど。で、風を起こしと。よし。ラッキー撃破。よかったよかった。これ意外といけるじゃねえか。渡るが強そうだけど、こいつはなんとかなりそうだ。ゲンガ。ユーチン。ゲンガ？悪じゃないじゃん、こいつ。ちょっと待って、こいつ悪じゃねえぞ、おい。何混ぜてんだ、こいつ。自然に。眠らせてやる。お前の先輩特許。あ、ないって確か、体力削られる。よね。変えた方がいいよね。この前に変えます。あれはやばい気がした、確か。呪いは。下で舐める。なぜ今更そんな技を。あ、まあ、ヒッタでも。まあ、ヒッタ。まずい。噛みつけ。なるほど、それが狙いが。でも、この前は麻痺なんて屈しないぜ。よーし。終わるだろ。よし、終わった。麻痺ったことでこの前は使いにくくなったな。どうしよう。ラフレシア？ノリサです。もちろん。悪じゃないじゃん。なんなのこの人。悪じゃないじゃん。なんなんだ。揃っても飛ぶか。何使ってくんだろう、ラフレシアって。あぶねえ、こいつも麻痺とかそういうあれか？まずいって。ノリサまで麻痺にされたらちょっと。1B、倒れてくれ、頼む。うわぁ、こういう残り。花びらの舞ってなんだっけ？花びらの舞。お？聞かないよね、よし。今一つ。花びらの舞ってどういう技だっけ？よく覚えてないな。大した技じゃなかったはず。でも。オッケーオッケーオッケー。あと2体。闇カラス。ゴーチンはちょっとまずい。仲良くしとけばよかったな。まあ、来ないでいくか。しょうがない。あー、ゴーチン回復しとけばよかった、これ。まあ、今更言ってもしょうがない。ここまで、ガンガン行くぜ。波乗れ、波乗れ、波乗れ。魂打ち。効かないでしょ、そんなに。よしよしよし。さあ、波乗りがどんぐらいくらいか。今んところ余裕で行けてるわけだがね。思ったよりも。視点のは意外と楽でした、と。でもレベル上げたからね、ちゃんと。ギリギリまで本当に粘ったからね。残り939円だぞ、マジで。どういうことなの、これ。ゲーム積むからね、本当に渡るで負けたら。うん、渡るで負けたら本当にゲーム積むから。よし。全然切れない、オッケーオッケー。波乗りで終わり。おい、ひるむんじゃねえぞ、こまや。あと麻痺にかかんないでくれ。うわぁ、やっぱどっちかかかると思ったけど。でも7個しかないか、あと。あとこれで6個か。結構ギリギリだったな、本当に。これ以上レベル上げしてたら、ちょっと本当にやばかった、やばかった。うわぁ。ごめん、なんとかしてくれ、なんとか、ごめん。よし。終われよ。終われよ。どうだ。すーん。よっしゃ、急所。お疲れ様でした。よーっしゃ、4人倒したぜ。ふーん、やるじゃない。そういうの素敵よ。強いポケモン、弱いポケモン、そんなの人の勝手。どっかで聞いたぞ、これ。本当に強いトレーナーなら好きなポケモンで勝てるように頑張るべき。いいわよ、あなた。大事なこと分かってるわね。先に進みなさい。チャンピオンがあなたを待ってるわ。おー。チャンピオン。麻痺直しが、ちょっと待って。麻痺直しの身しかない。やべえ。とりあえず、どうしよう。
身がないぞ、身が。あ、全然回復薬持ってきてなかった。しょうがない。不思議な木の実を持たせる意味はない。よし。これで行こう、もう。行くしかない、最後まで、ここまで来たら。もう行けるだろ、こんだけ強いメンバーなら。ユーチンもいるし。うん。弔い合戦だ。レベル上げの途中で死んでいたライさんと、初代中崎と、二代目中崎と、ゴーチン、そしてレイ。そいつらすべての仇をここで問う。すべての原因は貴様だ。わかる。さあ。待っていたよ。師匠君。君の実力ならいずれ、ここまで来ることはわかっていた。何も言うことはない。ただどちらが強いか戦って決めるだけ。最強のトレーナーとして、リーグチャンピオンとして、ドラゴン使いの渡る。いざ参る！来たな。6体。いきなりギャラですか？いいだろう、受けて立つ。ユーチン、頼んだぜ。眠り粉だ！まずこいつが、ゴーチンで叩く。いけ、ゴーチン！まだ俺には秘伝の爆弾がいるからな、2体。何の説明もしてない爆弾が2体いるからな。あ、もうあと2発しかない。でも大丈夫。ゴーチンの出番は多分ギャラドスで終わる。ギャラドス4倍だよね、電気。ジョンパで持っとくか。寝すぎだろ、こいつ。友人強いなぁ。あ、効かない。でも大丈夫。電気ショックで終わり。雨乞い。うわ、まずいって、これ。雨乞いはまずいって。よしよしよし。さあ、二代目なんだ。海流、いきなり海流です。友人。頼んだ。吹雪とか使ってこねえよな、こいつ。使ってきそうだな。うわ、50レベル。ねえよ。ユーチンの方が早いことを信じる。そして眠り粉が食らうことを信じる。頼む！よし！さすがユーチン！おし、さすがユーチン。ユーチン最強ず、ユーチン最強すぎるぞ。よしよしよし。え、もう使うの？早い。いや、でも、大丈夫。もう一回撃てよ。もう一回撃って、マジで頼むぜ、友人。お前ならできる。眠れ！いいよ！おっしゃ、強え、友人。ほんと強いぞ、友人。よし。で、どうしよう。うわぁ、困った、これ。コマヤ、いけるか。水タイプの技って効くけど、ドラゴンに。効かない。いや、コマヤで行くしかないもん。水は効かないはず。噛みついていく。よし、噛みついていこう。え、なんだと？こいつありえないだろ。しょうがねえ、ごめん。やってやろうじゃねえか。嫌な音でな。くらえ。え、なんで？なんで？ちょっと待てよ、あれ外れるんだ。あ、でも、よしよしよし。嫌い切りしたかったんだけどな。しょうがない、噛みついていこう。これでひるめば、ひるめば、ひるまない。はい、ひるまない。ギリギリに揺れまくってるぞ。でも、意外と大丈夫だ。ギリギリになる。宿り木のおかげだな。本当にありがとう、友人。友人強い。よし！回転撃破。これで、山場は超えただろ。何こいつ意味わかんねえぞ。おい！なんで回転2体も持ってんだよ、お前。おかしいだろう。あ、でもレベル低い。47レベル。よし、ゆっち。さっきと同じ手段で行くぜ。眠れ。つえ。待ってくれ。ユーチン最強すぎだろ、これ。ユーチン、俺は本当にお前に感謝してる。あ、外れた。たまに外れることもある。外れたとなれば、連続で出せないから、しょうがない。ここまで。
寝てる間にいろいろすればいいよね。まだ寝てるはず。よしよし。で、嫌な音で。よしよし。お湯下げて、まだ寝てる。オッケーオッケー。もう一段階下げてもいいけど、それだったら攻撃した方がいい。いや、ギリ。どうだ？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 よしよし。電磁波？電磁波？電磁波？え？雷？待て、コマヤ。コマヤ？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 よしよし。バカ。はん、え？え？え？何こいつ？何してくれてる？あぶねえ。何こいつ？ええー、ないよ。ないよ、それは。うわぁ、これはひどい。仕方ねえな。使うしかねえ。一匹目の爆弾を。いけ、爆弾よ。雷撃ってくるはず、あいた。まんまと撃ってくるはず。まんまと撃ってきた、よし。いけ。どうする、どうする？自爆だ！その命を散らせ。お前何のために捕まえてきたと思ってんだ。このためだろうか。うぅ、ひるみやがった。ああ、終了のお知らせです。はい、さよなら。ねえよ。ちょっと待て。いやでも、この犠牲で、こっちが先手を取れる。ノリッサ、とどめだ。相手の防御力が下がってる。終わりにしようぜ。翼で撃つ！どうだ？よっしゃー、海竜倒した。海竜怖すぎるぞ。さあ、どうして？海竜、バカじゃねえの、こいつ。どんだけ海竜持ってんだよ。さすがに3体目はきついって。レベルは？ 47。よし、ユーチン。行くぞ、ユーチン。眠れ！あー、ついに外れた。ああ、やばい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 。あ、4倍だ、これ。多分、ユーチン死んだわ、これ。ユーチン。くっ。仇は取る。絶対に取る。こいつ許さん。こいつ許さねえぞ、ユーチンを。くっそ。そんなものが効くか。うわぁ、マジでユーチンやられた。くそ、こいつマジで。やりやがったな、ほんとに。うわぁ、コマヤ。頑張ってくれ。反動で動けないから、あ、まあ、ヒットからまだ嫌なこと使ってないから大丈夫。くっそ、こいつやりやがった。ユーチンのおかげでここまで来れたのに。ユーチン、よく頑張ってくれたな。安らかに眠ってくれ。ライさんと一緒に。また動けなかった。くそ、これ、つぶき使うんだったら最初からコマヤ使ってればよかった。くそ。俺が分かってれば。すまん、ユーチン。俺の知識が足りないばっかり。ユーチンとの生活は楽しかった。忘れはしないぜ。対抗戦。そんなもの今の俺に聞くかい。よ、怒りの駒屋の噛みつく。そして、すごい傷薬。ユーチン、あーマジで、ユーチン死んだか。だが役目は最後に果たしてくれた、ちゃんと。絶対に勝つ。もう負けん。負けられないぜ、これは。今更急所にやってた。どうした、それがどうした。最後の一匹を使って来い。最後の一匹か？まだいるのか？まだ二匹、くっそ。リザードン。まずい。いや、こういう時こそ。くっそ、リザードンか。46レベルだぞ。舐めやがって。行け、爆弾。今のうちにちょっとコマヤを回復させます。くっそ。戦いに犠牲はつきものだけどね。うん、悲しいのはやっぱり悲しい。
爆弾、お前には最後の働きをしてもらいたいんだがどうかね。ダメか。ありがとう。でもお前のおかげで回復できたぜ。こいつらの犠牲も無駄にはしない。こいつらがいたことを忘れない俺は。うん。そして、コマヤ。頼むぜ、マヒには負けないで、コマヤ。もうやめて終わりだ。そんな技が効くかい。行け、コマヤ。これで一撃だろ、リザードの場。リザードなら一撃だろ。頼むぜ。さあ、最後の一匹を見せてみろ。正面から打ち砕く。もう怒った俺は。もう怒った俺は。よくも言うチーム。来てらか。じゃあ、波乗りで割りかけると、波乗りはまだ出せない。期間。これは雷さんの分。そしてこれは。まあ、雷さんはこいつに殺されてたわけじゃないけどね。言わないで、聞かないぜ。これはユーチンの分だ。元気か。ユーチンありがとう。だけど不思議な気分だよ。きっと負けた悔しさよりチャンピオンの誕生に立ち会えた喜びの方が大きいからかな。ふう、強くなったね、師匠君。本当に強くなったよ。トレーナーの君が正しくて強い心を持てば、ポケモンもそれに応えてくれる。そうしてトレーナーもポケモンもどんどん強くなっていくんだ。ん？なんか来たぞ、こいつ。くっそ、空気ぶち壊しじゃねえか。こいつら、空気読めマジで。来なくていいよ、マジでもう。なんなんだよ、こいつら。はい。はい、ありがとう。こいつだよ、こいつ。なんだ、こいつ。よし、そうだ、ほんとにほんとに。よし、さすが渡る空気読んだ。よし。くんな。よしよし。よーし、こっちに入れないみたいだな。この部屋に入るのも久しぶりだな。ここはリーグチャンピオンの栄光を称えるため、激しい戦いを勝ち抜いたポケモンたちを永遠に記録する場所なんだ。今ここに、ポケモンへの優しさと信頼、自分への強さと厳しさ、大事なものを持った新しいリーグチャンピオンが生まれた。そうか。生き残ったのは、コマヤと、ノリッサだけだったな。二代目の、ゴーチン、うん。まあ一代目でずっと来たのはこの間のノリサだけだった。最初の二匹だけだったわけだな。今思うと。ゴーチンも二代目として生まれ変わって、レアコイルで強くなってくれたけどね。君と君のパートナーを記録しよう。まあユーチンも生まれ変わるさ。関東地方でな。久々の休みだ。休め。うん。今なきうち。そして、小前、一番の活躍。やっぱりパートナーはお前だったな。二代目、うん、コーチン。こいつも結構活躍してくれたな。ありがとう。さあ、そして、うん。まあ、ノリスタだな。こいつは言わなくてもわかる。そして、こいつらの活躍も俺は忘れない。うん。こいつらがいなかったら負けてた。回復するタイミングがなくて。爆弾よ。して、爆弾。こいつら手厚く葬ろう。ライさんと、ユーチンと爆弾と爆弾よ。こいつら後で、ね。見つけたポケモン163、捕まえたポケモン20。大きな数よ。おう。まだまだ先は長い。うん。エンディングだ。でもまあ、これはまだ序章に過ぎないからな。第一部完って感じだ。
このポケモン金銀にはまだね、関東地方があるからね、ユーチンとかも、また復活させてレベル上げしなければならない。ユーチン長崎雷さん。まあ、こいつらがどんなポケモンになるのかは、これからね、考えていこうって感じです。ユーチンがまさか死ぬとは思わなかったかな、俺。ああ、吹雪。憎き吹雪。とりあえずでも、勝つことは勝ってたわけだ。よかったよかった。本当に勝てないと思ったから、俺。してんの強いからさ、レベルだけ勝ってても勝てないと思ったんだよ。でも、ユージの眠らせるのおかげで勝ってたな。すげえ疲れたけど、レベルアップ。関東地方これ大丈夫かな？大丈夫じゃない気がするけど。まあ、なんだかんだでしてんのも倒せたしね。ただ、あつし。さあ、エンディングですがね。もう終わろうとしてるな、エンディング。最後はちょっと聞こうか、エンディング。第一部巻だな。では、今日はこれで終わります。ありがとうございました。そして、いつかこう